皆さんこんにちは。今回はこちらの39ビクトリープレイさせていただきます。やっていきましょう。修道女が主人公らしいですね。この子ですね、マフィン。名前を決められるので、そうだな、マフィーン。もう一文字いける？いけない。マフィーンでいきましょう。プレイヤーの名前はマフィーンでよろしいですか？よくはないんだがな。ゲームをプロローグを見よう。なんかね、魔王がやってきて、お、まずプロローグ読んでいこうか。とある小さな王国カロンディアは、突如現れた世界征服を企む魔王による破壊活動で各地に被害を受け、王国滅亡の危機を迎えていた。だがそんなことは遠い世界の他人事のように深く考えず、実害のない辺境の田舎村で毎日のんびりと暮らしている、お修道女がいた。名はマヒーン。なんだ、平和じゃないか。え、魔王とか関係ないの？え、ちょっと俺説明文見間違えた。今日もいい天気。アップハー言わなきゃ心まで晴れやかな気分になります。悪い男に騙され、資財産を失い、いくらでもなく神に頼るだけの修道生活に身を転じ、おお、波乱万丈。誓願のもとに生きること数年、俗世の外で祈りに明け暮れることがこんなに自身を穏やかに変容させてくれるとは思いませんでした。そう、過去の傷や過ちはこの純潔なる誓いの中、つつましく生きる喜びで失われて、間違えた、救われていくのです失わせてごめん。ほう、この神聖なる空間ににじみ出る隠された闇のオーラこっちの闇なんだ。我が求めるものの気配。これ魔王か？ん？お、これは、あ、魔王なんだ。だいぶクリーチャーしてますね。我にふさわしい女よ、貴様に決めたぞ。誰ですか、あなたは突然。我はこの世を支配する魔王カルビ。美味しそうロースとか配下にいそうだな。今から貴様を我の花嫁にすることにした。魔王ですね。ではすぐに我が城に参るぞ。あれー、あらえー、玉の輿キャー。魔王城、お、越見の巻来ちゃった。ラスボスルーム。一体何が起きているの？ここは我の城だ。そして今日から我の妻となる貴様の城でもある。やったー、一条手に入れた。挙式は明日離れの塔で行うことにする。魔王にふさわしい盛大な宴にするため、我はこれから会場準備に取り掛かるとしよう。明日の朝には戻る予定だ。それまでこの城の中で自由に過ごすがいい。展開が早すぎてついていけない実況的にはありがたいぞ、尺が短くなるからな。この姿が恐ろしいのだろうが案ずるな。ちょうど貴様に合わせた我の器も手に入ったところだ。ほう、気になるなら力を見ておくといい。イケメンかな。貴様の世話係はこやつに任せよう。横の子のコウモリか。ブグロフ、頼んだぞ。了解であります。かわいいではまた明日の朝迎えに参る。楽しみに待つがよい、我が花嫁よ。はあ、はあ、はあ、逃げよ。なんでこんなことに。寝室。魔王様の配下のブグロフと申します。あなた様のお世話をさせていただくであります。どうぞよろしくであります。はあ、逃げられないのかしら、この状況。この城からの脱出は不可能であります。魔王軍の精鋭が城内に多数配備されております。魔王城だからなだいぶ後半の敵がな。仮に運よく逃げられたとしても、再び魔王様に追われば捕まることでしょう。ワープするもんな。ですよね、逃げられないんじゃ。倒すしかないのであります。え、そう、倒す、え、倒す。魔界では力がすべて、ほう奪えるものは何でも奪い、弱き者を踏み潰す、弱き者が強き者に従うのがルール。それは魔王様であっても例外ではありません。へえ魔王様の伴侶となるあなた様を当然その権利があるのです。存分にお楽しみください。いや、そんなこと言われても。魔王様はこの城でご自由に過ごせとおっしゃっておりました。つまり城内なら何をしてもいいということ。お、今何でもって魔王様が帰還される前にこの城で力をつけ、読みづらい方かな迎え撃つことも可能なのであります。なんて世界なの。とても現実的な話ではないけれど、ここでじっとしていても何も解決しませんね。何か突破口につながるものもあるかもしれないし、少し城内を探索してみましょうと。なんかね、こうやって魔王が帰ってくるまでにこの子を強くして迎え撃つってゲームらしいね。なるほど、操作説明。ごそごそ、操作ヘルプ、プレイヤーの移動、物を調べる、そしてスクール生慣れてるからダッシュもちゃんと合ってた。そしてベッド、ここで魔王様と
ここで魔王様とベッドがある。お休みになられますか？このまま寝たら朝になってあの化け物とめでたき結婚式ですよね。だが寝るだが寝ない。これはお、セーブはいつでもいける。よしよしよし、部屋を出る。優しい。お待ちください、マフィーン様。部屋の外に出られるのでしたらこちらの服にお着替えください。お、生着替え、生着替え。あれでしょ、制限時間近くなったらタオルが投げ込まれるやつ。城内には魔王様の配下がうろついております。彼らは賢くないためマフィーン様を侵入者と勘違いして攻撃する恐れがあります。マフィーン様のステータスを数値に変換してみたところオール1。雑魚クソ雑魚な目口じゃないですか。敵に遭遇すれば一発であの世行きです。これに着替えれば大丈夫なんですか？なんだ、エロい服なのか。魔王様がマフィーン様のためにご用意された特別な服であります。もしかしたら正直者にしか見えない服か強い力を感じます。わかりました。このままずっと部屋に閉じこもってるのも嫌ですし着替えますね。生着替え、なんで安定する。あ、でもほうほほう、これはなかなかよくお似合いであります。とんだドスケベ野郎ですね、あの魔王。まさか結婚したら毎日こんな格好をさせられるのかしら。お、魔王呼んでくれ。ちょっと遊びに行くから呼んでくれや。見に行くよ奥さん。聖職者にあるまじき地帯です。聖職者の姓が別の姓になっちゃうな、まあ、別の聖職をするっていう、あ、そっちはちょっと直球すぎな。ですが今はなりふり構っている場合ではありません。さあ城内を探索しましょう。ほうほう、あ、HPMP 結構あんね。スキルヒーリング出まして、画面右上に現在の所持金が表示されます。これね、画面左下に残り HP と MP ゲージが表示されます。罠や敵のダメージを受けると HP が減少、0になるとゲームオーバー。壺に向かって、これね、決定キーかな、エンターだから、押すと MP を消費して壺を破壊することができます。アイテムやお金などが入手。おお、壺によって破壊成功に必要な能力数値、なるほど、力がいくつ以上ないと割れないとか、消費 MP が異なると。でもそういう、なんだ、大変なやつの方がいいもん入ってるって感じでしょ。で、一度破壊したのもまた復活する。 MP も徐々に復活。これなんだ、セーブクリスタルか。これはクリスタルガチャ、装備品入手システムであります。おお、ガチャ課金できるんですか、このゲームに。作者に課金すればいいんですか。5段階のレアリティで装備品が抽選されます。手っ取り早く強くなるには課金ガチャで強い装備を引くのが一番であります。え、どこに課金すればいいんですかこれどうしてこんなものが魔王城に。魔王カルビ軍のものはすべて魔王様の捨て駒、所詮兵など捨て駒よ。装備品などを支給はないため、これを利用し自ら調達するほかないのであります。また稀に魔王様を討伐しに城に侵入する冒険者相手にも稼げるようでありますボスの前でこうやってガチャガチャってやって装備を手に入れてから挑むわけね。敵にまでご提供してくださるなんて、よほど魔王は自分の強さに自信があるのですね。こちらはボックス形式で最後まで引けば全装備品を入手することができます。おお、なるほど。1回 100G でゴールドかな、空になるまで回せるであります。あるよね、そういうソシャゲでも。なるほど。ちなみに空にするにはどれだけ引けばよいんですか。999回でありますなるほど。でも今 0G だから。こっちはこれも同じクリスタルガチャですか。こちらは制限なしの無限形式なのであります。高レアリティを何度も引けることもあるのです。なるほど。1回100ゴールドで無限に回せるのであります。賭け事のようなものですね。お金は大切に使わないと。やっぱボックスガチャの方がいいかな、効率は。これは魔王城ショップであります。アイテムを購入したり不要なものを売却したりできます。よし、ブグロフ売ろうぜ。ガチャでダブル装備が増えた場合はここで換金するといいでしょう。なるほど。それで増えたお金でまたドラッグ、お、こうやってステータスを上げるのか。ちなみに大事なものとか、お、ドスケベ修道女服魔王が用意したと思われるセクシーな修道女服。へえ。で、お、50。よしよしよし、いいねいいね。よし、ガチャ回そう。こっちの方がいいかね。10連ガチャ、10連だとなんかレア確定とかないのかなあとは11連になるとか。じゃあ単発ガチャで2回引こう。では来い。あー、ノーマルサンダル。でもね、こうやって潰していけばいずれは SSR に当たると。お、レア鉄の盾、いいじゃないの。装備できんの。おー、101、すげえ。レアいいね。ノーマルだと100、10単位で、多分レアが100で
一桁ずつ上がっていく感じかな。じゃあ一応手に入れたからセーブし、まあセーブ&ロードで稼ぎまくるのはやめとこう。ちょっとそれはね、あの妙味が欠ける。ダメだ、ガーゴイル動かない。ここら辺のダメか、びっくりマークついてんな。お、ここは中庭。うわー、敵いっぱいいんじゃん。なんだこの魔怪獣のような。うわー、なんだか毒々しいところですね、場所ですね。中庭でしょうか。ここは魔王様を管理する麻薬、麻薬朝の薬じゃなくてよかった。麻薬ハーブの庭。まあちょっと法は外れてんだろうな。食せばたちまち能力が上昇するであります。麻薬ですね。聖職者たるもの、薬物に手を出すなど許されませんね。魔界では普通の食事であります。魔王様を倒したいのであればたくさん食べて強くなるであります。6色の麻薬ハーブ、攻撃防御色に応じてね、魅力、素早さ、運の値をプラス1。また復活すると、敵に接触すると殴る、色仕掛け、逃げる。おお、殴るが攻撃力、色仕掛けが魅力、逃げるが素早さの能力値が条件を満たしていると成功し、ほうほう、失敗するとダメージ、防御の値が高いほど軽減される。なるほど。あー、やべえやべえ。殴る。いて。どんくらい減った？よーし、や、多分ね、盾のおかげだろうな。あの盾がなかったら、うわあ、これを避けつつ、お、なんていうか、少しずつ力が溢れてくる気はするのですが、地道すぎません？楽しいぜ、俺こういう地道な作業。悠長にこんなことをしていたら、魔王が帰還する時間が来てしまいますよ。確かに。ちなみに制限時間でどこで見れんだ？魔力でハーブを瞬時に集めることもできるのであります。おお、それやっちゃいましょう。スキルまとめ食い。おお、ちょっと敵危ない。こっからヒーリング。まとめ食い。シュン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 。おー、やった。どんくらい上がった？あー、そんなに上がってないな。だいたい10種類。あ、でもすぐ回復するね、こいつ。お、いいね、いいね。逃げろ、逃げろ。あー、で、MP も結構すぐ回復するね。じゃあ、もう、回復したっていうか、また生え揃ったと思ったら、使っちゃう方がいいかな。で、スライムとか挑んでみる？殴る。よし、スライムはいける。よし、いける。で、今、ステータスで、21か、21じゃまだ、こいつは倒せないか？あー、ダメだ。で、俺、何の値が今高い？素早さ。じゃあ、逃げるが成功するかもしれんね。次に弱そうなのどいつだ？逃げる。ヒュイン。逃げたと同時に、ちょうど草のとこに来た。で、回復して、まだちょっと落ち着いてないけど、ちょっとまとめ食いすっか。で、30だか40だか50ぐらい上げないと、あの近くの壺割れないから、あ、でも最初の壺がもしかしたらもう、回復してるかな。 MP 割とすぐ回復するから、ここで歩いて歩いて歩いて、よし、まとめ食い。よしよしよし。で、どこで知るんだ、魔王の帰還のやつ。中毒性があります。やばいやばい。ちょっともう一回ぐらいにとどめとく。今いくつ？51。あ、これだったら壊せんのか。じゃあこれラストまとめ食い。暴飲暴食やったぜ。他の敵倒せるかな。ちょっともう一回奥に挑んでみる。よし、いける。ちょっと色仕掛けとか。あ、ダメだ、怒られた。でもダメージそんなないからね。じゃあスライムを色仕掛け。これ受け取ってください。お、やった。色仕掛け。あー、ダメだ。なるほど。あー、ちょっと色、あー、ダメだ。殴る方がよかったか。やべ、結構食らっちゃう。あ、食らわねえ。よかった、盾のおかげだろうな。あー、どうしようどうしよう。あれ、壺割るのって、ね、どんくらいだっけ。MP50 ゴールド、100ゴールド。よしよしよし。じゃあこの割れなかったやつ、いこういこう。ちょっとセーブしとこう。100。よしよし。150。いいねいいねいいね。じゃあこれでまたガチャガチャしよう。よしよしよし。ガチャピンムックポロリ。こそこそこそ。38足りない。38足りない。で、MP 今、まあそんな減ってないね。568から、あ、うん、今いくつ書いた？ 587 から、あら、ほとんど減ってない MP。 回復の方が早いのか。じゃあ10連ガチャ。顔の靴、ガラスの指輪。お、レア来た。おもちゃの指輪、聖書、ガラスの指輪をダブったからこれは売ろう。ほう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 。お、レア、うん、また同じやつか。聖書、おお、攻撃上がったね。HN、こっちだね。おお、いいね、いいね。
やっぱ100上がるんだ。じゃあこれでもらったものをダブったものをこうやって売っちゃっていいよね多分。えいで2575、お結構きたね。ちょっとこっちの方も試しにやってみようか。うわー SSR 0.1% か。運の値が高いほどリアリティが当たりやすくなる。へえ、今運いくつ ?50 か。じゃあこれだったらまずは運が上がるまでボックス価値やってた方がいいね。お、鍋豚、絵本、エロ本。あー、お、マントが。いいね、いいね。いいね、いいね。そら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 。魔王を倒せる武器声。おー、SR!おー SR! え?すげえな。白銀の盾。あ、1000上がるわけじゃないか。でもいいね、いいね。おー、来た来た。いいね、いいね。じゃあこれをまた打って、ちょっと、なんかガチャばっかりするような感じになっちゃうの、これだと。まあいいや、とりあえず、持ってる余分なものを売りまして、ちょっと ガチャ楽しいもんな。あ、間違えた。じゃあ残りの、もう2回だけちょっとエンドレスしちゃうから、はいはい、ちょっとね時間がかかりすぎると魔王が帰ってきちゃう恐れもあるから。おー、いいね、武器の SR も手に入った。おー、いいね、いいね、いいね。結構当たりますな。はいはい。でここが白銀。いいね。こちらな、顔のマント。よしよしよし、これで、さてさて、よいしょ。小銭はどうしよう。 MP はまだある。で、だいたい壊せるようになってきてるからまだですね宝箱、ブルーホワイトドラッグ、薬を手に入れたぜ。これも中毒性あったりするのかな。で、おこれは戦っちゃいけないやつが。大丈夫かケツに食べられる。ひゃー、食べられる。彼は魔王様のお気に入りのペットなのであります。とても強く賢いので無駄な争いはいたしません。そして撫でられるのが大好きであります。たくさん撫でてあげれば、差し上げればマフィーン様にも懐いてくれるでしょう。へえ、どうね、よしよし。ケツを撫でる。ワン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 。確かに図体は大きいですが、悪いことはなさそうですね。気が向いたらまた撫でてあげましょう。シディオ。お、ドラゴンが見ている。撫でた回数1回。普通に撫でる。全力で撫でる。超全力で撫でる。全力で撫でる。けど超全力足りないからね。どうなんだろう。懐いてあげれば魔王戦で助けに来てくれるとかありそうだね。じゃあ次はこっちにもびっくりマークがついてるので。お、チカロウだ。いるね。あれか、魔王が言ってたやつ。ここはチカロウのようですね。そういえば魔王がチカロウに何かあるとかないとか、あるとかあるあるないとか言ってたような。シンドル、牢の中に誰か人がいますよ。先日魔王様に囚われた人間の男であります。おい、ちょっと誰だ、魔王軍の者か。いいえ、違います。私はつい先ほど魔王に突然さらわれ、この城に来たものです。敵でないなら誰でもいい。奴に奪われた聖剣を取り戻してくれ。また唐突ですねこの目の色がなくなるの好きレイプ目みたい。あなたは一体。ああ、すまない。私の名はティラミス、ティラミス・カロンディアだ。お、あの国の名前だね。王子かな。我が父である国王より魔王討伐の命を受け、先日少数の仲間と共にこの城に侵入したが、不意をつかれ失敗に終わった。カロンディアの王子様。お、今目がドルマークになって玉の輿って思ったが我が王妃に代々受け継がれる悪を滅ぼす伝説の聖剣、カロンデッケン。つまりあれか、あの埼玉デッケンみたいな感じだね。埼玉は別に国じゃないか王家の血を持つ者の中でも選ばれし者のみが真の力を引き出すことができる。現在それを扱えるのは私のみ。魔王が現れて以来、各地での破壊活動は勢い止まることなく、早急に奴を撃つほかならないと王は判断し、魔王城への特攻が始まった。決まったか。ぶっ込みが決まった。
だが見ての通りこの様だ。奴をうまく見すぎていた。この男は負傷した仲間を逃がすために自らおとりとなり捕まったのであります。なんて優しい奴だ。目的はそれだけではない。この身は犠牲となろうとも、我が王家の家宝である聖剣まで奪われたままにしておくことはできない。国からの助けは来ないんですか？今は各地で暴れる魔王軍の制圧で手一杯だ。私一人のために貴重な戦力を危険地に送ることはないだろう。もとよりその覚悟で来ている。いやでも王子だったらいろいろ混ざっちゃってんな。ね、血を絶やすわけにはいかないから助けに来るんじゃないか、優先して。そんな。ところで君はなぜ魔王に？奴は今何をしている？私は辺境の田舎村で暮らしていたところに突然現れた魔王になぜか見初められ、花嫁としてこの城に連れてこられました。魔王の噂は聞いたことがありましたが、周辺で実害がなかったためあまり危機感がなく驚くばかりでなすべもありませんでした。某筋肉の人にお前に足りないのは危機感だって怒られちゃうぞ。魔王は挙式の準備で離れの塔に行きましたよ。明日の朝には戻るそうです。それまで私はこの城の中で自由に過ごしてパラメーターを上げろと言われてました。まあ逃げられるとは思っていないんでしょうね。このままでは明日には魔王と結婚させられてしまいますよ。先に結婚しようぜ。こっちで。その割に随分と落ち着いているな。あのような化け物に無理やり伴侶にされることに抵抗はないのか？もちろんありますよ。ありましたが、思い出したわ。魔王が言ってた私に合わせた器がちょうど手に入ったという意味深な発言、おそらくこの王子様のことよね。魔王は彼の体を乗っ取る気なんだよ。なんだって。この外見になるならまあありかと思ってる。まんざらでもない。いいえ、私のような力なき者が抵抗したところで逃げられる術はありませんし。あさあせ。なんだ今の魔は。カロンディアの王子殿、魔王様はあなたのその体を器に転生し、王家の血を持つ肉体を手に入れることで。あ、にがひらがなだ。見つけてしまった。聖剣の脅威を払うつもりなのであります。なんだと。あ、やっぱり冗談じゃない。そんなことになればますます王国の危機だ。君、名は何という？あ、はい、マミーンと申します。マミーン。君は奴が不在の間城内を自由に動き回れると言ったな。まずはこれを受け取ってくれ。お、首飾り。これはペンダントですか？それは聖剣と共鳴し合う特別なペンダントだ。共に近くにあればあるほど強い光を放つ。うお、眩しい。それを持ち剣の在りかを探し出して取り戻してほしい。私がですか？俺が装備しようぜ。奴に奪われた聖剣は、あ、でも王子様じゃないと使えないって言ってたな。この城のどこかに隠されているはずだ。それさえ取り戻すことができればこの情報強を打破できる。無理を要求しているのは承知だが、私にはもう君に頼むほかない。君が最後の希望だ。うう、こんな大切なものまで託されて必死に頼まれたら。トゥンク。わかりました。必ずとはお約束できませんが、できるだけやってみます。すまない、感謝する。聖剣を取り戻せば魔王を倒せるんですね。ああ、一度は失敗したが次は必ず仕留めるつもりだ。聖剣の力があればこの檻から脱出することも可能だろう。この檻の間通るのかな。そこで突っかえちゃったら。私一人では魔王にかなわなくても王子様がいればいけるかもしれない。だがもちろん君の命に危険が及ぶ恐れがあるときは無理はしないでほしい。王子様、トゥンク、私やってやりますよ。神の御心のままに全世界を愛し、誓願のもとに貢献する修道女の意地を見せてやります。修道女？君は修道女だったのか。最近の聖職者は随分疲労な格好をしているんだな。死にたい。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。ミーのチャンネルを登録してくれたにゃー。